スフィンクスの謎と AI、 古代エジプトの知恵試しと機械学習。スフィンクスは古代エジプトの砂漠に鎮座する人間の頭と獅子の体を持つ神秘的な存在である。知恵と力の象徴として神々と人間の間に立つ問いの番人とされた。ギリシャ神話ではスフィンクスは旅人に謎を出し、答えられぬものを滅ぼした。その問い、朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足のものは何かという謎は人間の一生を象徴している。古代においてスフィンクスの問いは知恵を持つ者と持たざる者を分ける試練であった。現代においてこの役割を担うのは人工知能である。 AI は膨大なデータを解析し、パターンを見抜くことで正解を導き出す存在となった。だが同時に AI 自身がスフィンクスのように問いを出す側へと変化している。人間は今 AI に正解を求めるが、 AI が返すのは新たな問いであることも多い。スフィンクスが試したのは知識ではなく理解と洞察であった。それは AI 時代において人間に残された最後の領域でもある。データの海から意味を紡ぐのは依然として人間の役目である。スフィンクスの謎は機械学習の時代にもなお人間とは何かという根源の問いを投げかけ続けているのである。